こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、最近あったかくなってきて、ちょっと今日は寒いんだけど、あったかくなってきて3月後半ということでね、そろそろ桜がもういろいろね、満開とかさ、咲いてきたりとかしてる中、私はちょっとね、お花見をしたいなって思いまして、じゃーん、はい、アマゾンでお花見とかピクニックグッズを買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。久しぶりにこんなでっかいね、段ボールで届きました。久しぶりでももうね、こんなに買ったことあんまりないんだけどさ。で、ちょっとアマゾンだけじゃなくって、100円ショップダイソーでもちょっと小物を買ったので、そちらもね、一緒に紹介したいと思います。じゃあね、ちょっと最初100均のやつから紹介しようかな。行ったお店が結構ちっちゃくって、とりあえず買っただけなんで、他にもね、なんか欲しいものとか出てくると思うんだけど、とりあえず買ったものを紹介したいと思います。じゃあまず最初、お花見といったらお弁当、果物とか持ってきますよね。じゃん、フードパックです。サンドイッチ入れたりとか、おかず入れたりとか、果物フルーツ入れたりとかするやつ買いました。両方とも M なんだけど、底が深いタイプのやつと浅いタイプのやつを買いました。楽しみ。これはなんかどこにでも使えそうだから、とりあえず透明のやつを買いました。で、次はちょこっとおしゃれっぽいやつ、じゃん、バカスランチってやつ買いました。ボックス、長方形のボックスです。これは映えるやつです。映えそうなやつを買いました。紙のお弁当箱みたいな使い捨てのやつかな。映えそうじゃない、この色といいさ、質感とかいいさ。はい、こんな感じです。めっちゃおしゃれで、これ2枚しか入ってなくて100円なんで、まあ、ちょい高めかなって思うけど、おしゃれを重視したお弁当箱っていう感じですね。はい、では次、こちらデザインペーパープレート、これは絵が描いてある紙皿ですね。多分行ったら絶対使うであろう紙皿。あとね、ちょっと深めのやつも欲しかったんだけど売ってなくって、とりあえず平たいやつ買いました。ちょっとこれもおしゃれだよね、色味といいさ。こういうさ、なんだろうね、最近ってさ、なんかレトロな感じとかすごく映えるじゃん。はい、こんな感じです。で、あともう一つ買いました。じゃん、プラスチックカップです。絵が描いてあるプラスチックのコップ、なんかジュース飲んだ、あ、めっちゃ可愛い、これこんな感じで、めっちゃおしゃれ、めっちゃ可愛い。そして音色を変えた。大きいペットボトル買ってって、みんなで分けるときとかに使おうかなって思います。みんなっていうか誰と行くかまだ全然決まってないんだけどね。予定では里弘と行こうっていう話をしてるんだけど、みんなって里弘しかいないじゃんって感じだけど、何かあったときとかね、友達とかがここでね、遊びに来てパーティーするってなったときも、コップが足りなかったらこういうのを使えるっていうね、感じです。はい、ということで100円ショップで買ったのは以上で、こっから Amazon で買ったピクニックグッズの紹介です。はい、ということで1個目、じゃーん、エンシェールズのカラーバタートリートメントショッキングパープルです。これは普通に私が髪の毛ね、そろそろ紫落っこちてきちゃったんで染めるために買いました。これは全然ピクニックというもんじゃないからね。だからネイルめっちゃお気に入り、ちょっと手荒れやばいんだけどね、ネイルでーす。こんな感じ、紫と紫っぽいピンクのラメです。インスタに画像載せとくんで、よかったら見てください。ということで紹介したいと思います。ちょっとね、ここ見えてんだけど、最初にこちらを紹介したいと思います。じゃーん、おしゃんなレジャーシートでーす。あのさ、インスタとかでよく見るおしゃれなピクニックとかお花見とかやってる人ってさ、チェックのレジャーシートとか敷いてるよね。だから憧れで買ってみました。なんかレジャーシートってさ、すごい薄くてさ、チャッチーような感じするけど、これめっちゃね、厚いのよ。サイズは 200cm×200cm、 だから 2m×2m だね、の正方形のやつです。ちょっと広げはしないんだけど、こんな感じです。すごいね、素材がいい。見てくださいよ、これ表面で、こっち裏面なんだけど、裏地もしっかりしてるし、表面もすごいね、いい感じ、あったかい、ペラペラじゃなくって、ちゃんとした布でできてます。すごくかわいい、これ。で、なんか大きそうだからさ、大勢呼んだお花見でも使えそうだしね、ピクニックとかさ、お花見で寝転がれたら最高じゃん。そんな感じで使えそうです。畳むとこんな感じでバッグになるんで、持ち運びもしやすいかなって思います。超かわいい。早くピクニックとかさ、お花見行きたいな。でもさ、この時期さ、お花見行くとさ、私多分死んじゃうんだよね。でも最近ね、すごいアイテムを手に入れたのよ。こちら、イハダのアレルスクリーンってやつを手に入れたの。この透明なマスクで最近私は助かってます。はい、そんなことはどうでもよく。で、Amazon で買ったのはまず一つ目こちらでした。で、次どうしようかな、みんな気になるでしょこれ。はい、じゃじゃーん、なんて言えばいいんだろうな、カゴです。ピクニック用とかのカゴです。これも憧れでなんだ。そうじゃん、昨日さ、ネイル行ったからさ、フライングタイガー行ってこいと思ったら、お腹すきすぎて普通に帰ってきちゃったよ。
うわー、やるかしピーポー。これも憧れです。これがあったらすごくピクニックの雰囲気出そうだなと思って。じゃーん、かわいいね。わ、ちょっとクズが出てきちゃいましたね。ちょっとね、安かったからちょい雑な面もあるかなって思うけど、なんかさ、透明の糸出ちゃってるし仕方ないか。おー、かわいい、かわいい、これにぴったり合ってる。めっちゃ可愛いじゃん。ここにさ、サンドイッチとかさ、水筒とかさ入れていくんでしょ。でこうやって、あー、お腹すいたね、ここら辺にしようってパカッて開けてさ、こっから出すんでしょ。おしゃんじゃん。中身はこんな感じで、赤の銀ガムチェックの柄になってます。まあちょっと雑な部分は見られるけど、なんか全然そんなに気にならないかなっていう感じですね。こうやってさ持って歩くんでしょ。めっちゃ可愛いじゃん。はい、ということで Amazon で買ったのはこれで最後なんですけれども、こちら、じゃん、弁慶式タこれ絶対中国とかのやつでしょ。なんて書いてあるの。テーブルを買いました。なんか友達とかで行くピクニックとかはレジャーシートとかにお弁当を出して食べたりとかすると思うんだけど、家族で行く時ってさ、折りたたみのテーブルとかあるじゃん。それをちょっと求めて、こちらピンクの折りたたみのテーブルを買いました。色がめっちゃ可愛いです。パステルピンクみたいな感じだね。キャンプとかでよくあるね、こういう感じで開けてこうやってこうやって使うタイプだね。こうやって使うタイプです。ちょっと斜めってるの？あんま気にならない。あ、全然斜めってないわ。こういう感じで使うタイプのやつです。これだけでもいいし、これにちょっと布かけて、このつなぎ目が見えないようにするっていうのもありだと思うけど、まあ、実際でもこれだけでもすごく可愛いから、いいかなって思います。うん、組み立てと片付けもすごく簡単だから、女子にもおすすめかなって思います。で、持ち手もこのところにあるんで、ちょっと持ち手が硬くても持てないわはい、こんな感じです。なんかさ、この3つあるだけですごく可愛いピクニックができそうな感じしない？おー、おしゃれおしゃれ。はい、ということで以上が100円ショップと Amazon で買ったピクニックグッズでした。まあ100円ショップは案の手で普通に可愛いものがあったんだけど、 Amazon でね、こういうの売ってるなんて私知らなかったんで、どこかに買いに行くのが大変だっていう人とか、電車でこういうの重たいの持って帰るの嫌だなっていう方は、ぜひよかったらチェックしてみてください。レジャーシートとかは結構いろんな種類あったし、これもね割といろんな種類ありました。安いやつでいいかなと思ったから安いやつ選んだんだけど、高いやつはなんかここら辺にお皿とかをくっつけられるなんか仕切りみたいなやつとかもあったから、ちょっと高くてもいい人はそういうのを買ってもいいのかなっていう思いました。ということでピクニックグッズ紹介でした。せっかくこうやってね買ったんで、実際にピクニックとかお花見とか行った動画をね撮りたいと思います。ちょっとね明日とか明後日とか雨が降るらしくってちょっと行けないんで、晴れた時にお花見をしに行きたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。